さて先生二月に入りまして一年で一番寒い月ですね,寒いね。そう言いますね。<ー>でもね二、はい、月は逃げると言いますけどね。<ー>うん、あれはなんで逃げるですか。早いといことです。もちろんその日にちもね二十八とか二十九ですから。はい、そのこともありましょうけれども寒いが北たが寒いのが北たがと思ってるけど、うん、そう思ってる方にね割に早く。 三月なるんですね。二月は逃げる、三月は去るって言いますよね。もう寒さもさっとあの逃げてほしいですね。そうそういうことです。みんなそういう気休みどっちですかね。まあそういうふうに思わせると、ああもう一番寒い時期での終わりに少しすく過ぎていくというふうな意味でしょうね。で二月の頭には。 二月三日ですか。はあ、節分がありますよね。うんうん、あの節分といえばもう豆まきということですが、うんうん、あの行事はもうずっと伝統的に日本にある行事ですよね。ね昔からあるんですかね、うん。でも私の記憶ではね、はい、やっぱこの辺ではあんまりその大々的に豆まいたり、はい、お庭掃と福あううちなんていうなことを叫んだり。うん するようなことはね、ええ、あんまり記憶はありません。あ、そうですか。ええ、で今でこそ母親墓参りなんかして神社の本殿の上からですね、ええ、その豆をまいて下に置うじこうっていうか参拝者がおってそれをまあもらうとううよくニュースでやります、ね、ニュースでりますが有名人が出たり、はい、あんなあ昔はあんま記憶はありませんね。ね、はあ、節分といえばやっぱり豆まき。豆まきね。はい。 豆になるということ、豆になるようにっていうですかね。そういうことを記念して豆まきやるんでしょうね。それからやっぱり家の中にあるこう邪気を邪気をもう外に出した、出してしまうとか、外から入ってこないようにとかあるでしょうん。でもあの豆まくと子供たちも喜びますしね。そうです。子供たちは豆の 数だけ食べるのは可能ですけれども、はい、50、60、80になるとそれだけの食わと思って食えませんがね。うん、だん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 やつやらないようになって。なかなか年の数食べるって言ったら大変なことですね。はいはい、先生どれぐらい食べられますか。山三つやつですらね,ね。あの90近く食べなんていじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> とてもじゃない話となってね。はい だめですがねうん、まあ、しかしそのお誕生日にケーキの上にろうそく。あれも数だけですが、えー、とてもだが、八十だ九十だって、どん載せられしませんが。あ、そうですわね。吹 <laughs> いたってて、消えしませんわね。あ、じゃあ、まあ、<laughs> 豆もほどほどに食べる。ほどほどですわね。これね。<ー>でも、やっぱりどうでしょうかね。うん、まあ、あれを食べるということは、あれは。あの 大豆っていうのは畑の何ですかに、はい、タンパク質といいますが、ええ、だからそういう栄養なんかも考えてるんですかね冬の寒い時にそういう豆を食べてある程度こう栄養蓄えるっていう,、うん、そ,う,そ,うそういうこともあったんじゃないかなと思いますねそれから節分といえば あの節分あれとか、ね、っていう言葉もありますよね。あ,そうそうあの頃が一番気候的にも寒いですねいあ。いわゆる旧暦でカウントする時ですね。うんうん、旧暦の二月の三日ぐらいがどうもあれのその最後の一番きついやつじゃないですかね。えー、先生やっぱあの節分の頃っていうのは昔も結構雪が 深くあの多く降ったりとか、うん、大荒れになったりとかそう,、うん、そういうこともしょっちゅうああったということですよね。多分そうだと思いますね。いやいやほんによく振り返ってみたらあの頃が一番寒かったかなというような気がしますね。あの頃にどかっと雪が降ったりしたらみんながあ,あやっぱ節分あ厚いな <laughs> とかって言いますもんね。 まあそれを乗り越えたらまた暖かい春がなってますからねそう,そ,うそ,うそういうことですだから節分の次は立春ですがそれとも気分的にやっぱり「ああ春だわ」実際はもう一番寒い時だけども<ー>春だっていう気持ちになりますがああいうあの精神性といいますかああいうのは日本人というのは非常に優れてますね気持ちで春らしくなったなとそれが気になって。 まあ、しかも春は遠からじですから、はい、もうなかくなくなるけんなっていう,うな気持ちになると元気だってまたね仕事をする昔はまあ90%以上が農業でしたから、えー、農作業なんかこれが元気だってやるっていうんそういう意気込みっていうかファイトっていうのが湧いてくるんですねえ。 言葉だけででも春が近づいてるっていうのをなんとなく感じ取ってやっぱりもうちょっとだもうちょっとだっていうその先に対する期待を持ちながら日々生活していくんですね寒い地域ですからやっぱり春を待つ心っていうのはね日本土では相当強いですわ。ですこれ大事ですよ、うん そうこ,のこの何かを待つ<ー>その希望の光みたいなのを待つ心、えー、そういう意味で逃がすというものを、はい、そういう月だというふうに考えればただ暗くて寒くてもう早いでもやめてあの去ってごせという、うん、<laughs> のみならず大事な月な月んですよ結局冬から春につながる一つの<う> 一つ越えななきゃいいけってうことですよねだからもうそこに春が待ってるつなげていく月っていう橋ですわね橋がなけには向こう渡れませんでそういうのが2月ですからね2月というのはそういう意味があるんです月としての存在感がそういえばこの寒い2月も 次のさあさあ希望が持てる月に、うんうん、そうな気がしますね,そう,うすね <laughs> そういうふうに思,思いたいですよ、うん、思わねいといけませんわ話は変わりますけど先生二月十四日バレンタインデーですけど、うん、先生の若い頃からありましたか、うん、あ,ありませんわ座、ね、物はなかったですか、まあ、ありませんわ、ね、いつの頃からですかね勤められてからて先生が教員されてる頃は、うん、最初これはなかったと思いますけどね、はい うん、いつ頃からだろうか生徒さんたちからいっぱいチョコレートもらっ,たってそんなことはありません,そんな生徒さんからもらうことはありませんでしたね、はあ、まあ同じ勤めにそうですね図書館に勤めるようになって昭和50年前後頃からじゃないですか、うん、チョコレート業界がまいこと利用したということですわ、うん まあそうしてみるといろんな文化が入ってきてますね、うん、入ってきてますわけです特に日本というのはそう,うなんていうかやっぱあれは、今、ま、バレンタインはわかりませんが、うん、まああの,あのかぼちゃのは何ですかねあの,あのハロウィンハロウィンにしてもまたもちろん元は宗教行事から起きたもんですけど、はいうん、日本はその宗教性を外してしまって その,そのいわゆるお遊びの部分をうまいこと利用して多分に商業姿勢にしてしまうそれをうまいしそれからそれまたみんながあると抵抗もなく乗っかっていくこれ日本独特ですよ多分多分 <laughs> だからそういう節目節目のなんか行事的なものをまあ楽しんでるというかまあそれに乗っかってやってるっていうか乗せられてるんです,です,です乗せられてるんです乗せられて,られてでもそれで乗せられて乗ってる方も結構楽しくやってますがそういうもともとの基礎の上に立ってやったもんじゃないですからやがては その義理チョコみたいな意識になってくるんですよ。はい、あうん。ちょっとずつこう変化していったりしたりだからす。なすきしないんですよ。需要文化って言った方がいいかもしれない、えー、ですね。だけど歴史に基づいた大事な行事みたいなものはやっぱり長くきちんと残ってほしいですよね。それはね。<laughs> じゃあ先生節分でいっぱい豆をまいてとにかくコロナを 劇帯ですね。はい。コロナアソーです。チョコレートをもらえる。結 <laughs> 婚の後ですからね、<laughs> 先生。それ。<laughs> そのうちね、はい、あの結婚にね、豆の入ったようなあのチョコレートっていうのがないですかね。<ー>そな出てくるかもしれませんよ。出るかもしれませんよ。はい。あ あの巻くやつじゃなくてとにかく食べて美味しいやつ。うん、ああ、あ本当だ。庭こえてばあっと巻かすこ、ねうんで、幼稚園なんかはね、うん、袋の中へ入れとるでしょ。そう,そうです。昔<ー>、うん、畳み落ちた、これ落と落ちたやつ拾って食べよったもんですわね。そうですよ。落ちたのから年の数ほど拾って食べるっていう。ね、<laughs> いやあ、あれがいいと思うんだけど、やっぱり衛生的なことを考えたんですかね。うん 個別包装というやつ<ー>一つこうねなんか三角のに入ったようなのを巻いてそれを拾うっていうあの不審の時のもちもち巻きや、はいはい、あでもかちゃあね小屋そ、ね、うね、ん、もう小屋もこのこ前も時間に巻きあったもんですよ大きな岩もちの中にはあの砂が入ってしましたっけね、うんね頭じゃなくて いやさ玉か玉が入ってたから、玉が入ってでそいつ鳥や子だからもうそれは砂まぶり泥まぶりでやりましたわね。う今はそういうことなくなりましたね。それも個別放送です。個別こね。任すに上からひょっとおお落としたりのつかいたりするようなことね。まあ昔の風習はだん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 変わってきますね。そうすね。 あの畳の上に落ちた豆を拾って食べた頃が何回も懐かしい気がしますねはい、はいそうう。そういう感じですね。ねじゃあ,あの豆まきでしっかりじゃを払ってはいはい寒さに耐えて、はい、あの来る春を待つちたいものですね。そうですね。すすねはい、まさにその通りです。はい。